どうも大之助です。今回は僕の好きな小説、ブラックショーマンと名もなき街の殺人についてお話ししていきたいなっていうふうに思います。タイトル長って感じですよね。僕さっきちょっと甘噛みし,しちゃったんですけど <laughs>。この作品はマスカレードホテルシリーズとか、ガリレオシリーズとか、加賀京一郎シリーズとかを執筆している東野慶吾さんの結構新しめの作品で、2020年、あのコロナ、コロナ禍真っただ中の中に、 コロナ禍真っ只中に書かれた作品なんですよね。ちょっと日本語がおかしかった,かかったけどで。ストーリーとしては、今年30歳になる女性、マヨさんと、そのマヨさんのお父さんの弟、要するにおじですね。その二人が、マヨさんのお父さんが殺された、その事件の真相に迫るっていう話なんですよね。まあ、そんな、ブラック・ショーマンと名も,名もなき町の殺人のあらすじと見どころについて解説していきたいなっていうふうに思うんですけど、マヨさんは、 あの年上の男性と付き合っていてあの結婚式の準備とかもしてたわけなんですよね。でそんな中地元の人たちから「中学校のど中学校の同窓会をあの来ませんか?」っていうような招待が来るわけなんですよね。でマヨさんは正直ちょっと嫌だったんですよね。というのも自分のお父さんがその自分が中学生の時学校の先生だったんですよ担任だったんですよ。 だからクラスメイトたちから、まあそのクラスメイトたちが夜遅くまでゲーセンとか行ってて、そこにマヨさんが鉢合わせしたりとかしてたら、そのマヨさんが自分のお父さん、学校の先生に告げ口するんじゃないのかっていうような目で見られていてで、自分も自分のお父さんが学校の先生っていうのもあって、まあ悪い行動もできないし、あんまり悪い成績も取れないし、まあ、悪め、悪目立ちするような行動とかもできないし、とにかく窮屈な青春時代とか中学校時代を送ってたわけなんですよね。 で同窓会っていう風になったら多分自分の親父も自分のお父さんもその同窓会に、まあ、担任だったっていうこともあるから呼ばれるから親子揃って同窓会に行くとかなんかすごいもう肩張っっってててだなていう風に思ってたわけなんですよね、まあ、ただその婚約者からも「もせっかくだから行ってきたら」っていう風に言われたしじゃあ行くかっていう風に思っていた先そのあの元学校の担任の先生かつ麻代さんのお父さんだった方があの殺されちゃったんですよね。 まあ急いで地元に戻ってきたわけなんですけど地元はもうそのコロナの,あの打撃をその大きく受けていて観光業でそこそこにわっていたけど誰も客が来なくなってすごい観光鳥の鳴いてるようなシャッター街になっちゃっててまあなんか寂しい街並みになってるわけなんですよ。で自分のお父さんが亡くなったことに対して警察も全然教えてくれないんですよね。まあ、未確定のの情情報報を話ししててそがが出回ってしまうと後で収集がつかかななくなるから 警察の方もそういう事件とかって基本的にあの被害者遺族であろうとあの途中経過も全然話さないらしいんですけど何にせよマヨさんはまあその普通に親子仲は良かったし母親は先立っててそのお父さんが田舎で一人で暮らしていたわけなんですよねそしてまあお父さん人として尊敬し,たしてたっていうのがあって、まあ 学校中学校時代はちょっと居心地が悪かったというか肩身が狭かったけど別にその親子仲は良かったっていうこともあってその愛していた自分の父親が殺されてしまったという失意のどん底に落とされてしまうわけなんですよねで、まあ、そもそも同窓会行くのかっていう話だったりとかそのお父さんの葬式の準備だったりとかその家の遺品の整理だったりとかいろいろしなきゃいけないわけなんですよね。 でその自分のお父さんが住んでいた麻代、まあ、さんが学生時代過ごしていた実家に帰ってみたら家がめちゃくちゃ荒らされているわけなんですよ。あの綺麗好きだったお父さんがそんなことするわけなくて要するに犯人に荒らされたっていう話なんですよね。で麻代さんが呆然としてたら麻代さんのお父麻代さんのお父さんの弟が急に実家に帰ってきたわけなんですよね。その家の前に警察がたくさんいるから お前ら俺の家に何してるんだっていうふうにあの家のその名義はその弟さんの名前で買ってるらしいんですよねでそのおじさんの経歴が面白いんですけど若い頃高校生ぐらいの頃から、まあ、高校生卒業してからアメリカに単身行ってあのマジシャンとしてすごい有名になって「侍っていう二つ名があったらしいんですけどでそれから30年ぐらいあなたって紆余曲折を経て日本に帰ってきて。 今はバーというか飲食店を経営しているおじさんなんなすよね経営していると言っても従業員を雇っているわけじゃなくて自分一人でそのなんかあの経営しているんですけどであの実家にももう2年ぶりに帰ったっていうタイミングなんですけど正直警察からしたらなんかすごいおじさん態度悪いしなんか2年間帰ってきてなかったのに何でお父,さんがかあのお父さんが殺されたタイミングでそのこのおじさんが帰ってきたのかっていうのがねすごい怪しかったわけなんですよね。 であのマヨさんからしてもおじさんに会うのはもう数十年ぶりだからなんでこのタイミングでっていうふうになるわけなんですけど、まあ、それから一息ついてからそのおじさんは自分の兄貴が殺された事件の真相を知りたいと警察はそのマヨも体験した通りその何も教えてくれないとお前はこのままその事件が解決したとしてもどうせ最後までは自分たちに教えてくれないのに黙ってあの見過ごすことができるかっていうふうになるわけなんですよねだから二人とも覚悟を決めて警察よりも先に この犯人を捕まえるぞっていう風ふうにあの結託するわけなんですよねでちなみに殺されたお父さんとおじさんは年齢が結構離れててお父さんは60いくか行かないかぐらいで弟さんそのおじさんは12歳ぐらい離れてて40後半ぐらいの感じなんですよねであの主人公の真由さんは29歳今年30になるぐらいの年齢なんですよねでそのおじさんがやっぱ元マジシャンっていうのがあって 人の心理をつくのとか、物をくすねたりとか、その物を入れ替えたりするのがめちゃくちゃうまいんですよ。具体的には、警察手帳を、なんかお前本当に警察なのかっていう風に引っこ抜いたりとかして、で、その間に、で、でで警察手帳を取ったと見せかけて、実は相手のスマホも一緒に奪っていて、で、相手の、その警察のスマホの中にある重要な、その、犯人とおぼしき人たちのリストを、その自分の携帯に送信したりとか、そういう風にスマホを素早く盗んで、警察の重要情報を入手したりとか、 自分の父親を殺した容疑者ってそのマヨさんの同級生がめちゃくちゃ可能性があるわけなんですけどそんないろんな同級生とかそのマヨさんの婚約者の人とあのおじさんが会った時に本性はめちゃくちゃゃく主戦度なんですよね自分のメインに対してマヨさんに対してその俺がそのなんかこのそのなんだろう 調査をしてる間あの昼飯代全部おごれみたいなこととかこの旅館の宿代全部おごれみたいなめちゃくちゃがめつい人間なんですけどそのなんか外面すごいよくて誰とでも社交的に仲良くなるんですよねしかも「あるまるちゃんかそのマヤの友達ですごいよくしてもらったって聞いたよ」って。 で、マヨから話は聞いてるよ。すごい料理が上手なんだって。特に、あの、学生時代に作ってくれたあれが忘れない、忘れられなかったっていう風にマヨが言ってたんだよ。あれって何だっけあれってみたいな風に言って、で、その相手の女性が、まよちゃんの同級生が、あ、ひょっとして卵焼きのことですかみたいな風に言ったら、あ、そうだよ、それそれ、みたいな風に。 本当は何も知らないのに、ど忘れしたふりをして相手に答えを引き出させて、で、このおじさんは、なんかすごい物知りというか、記憶力抜群とか、なんか自分に興味を持ってくれているみたいな風に、相手の心をなんか開かせる能力、めちゃくちゃたけているんですよね。なんかあの、 少ない情報から相手のプロファイルを読み取る能力コールドリーディングって心理学の,あの言葉とかで言うんですけどそういうコールドリーディング能力とかすごい長けてる人間なんですよねであのメインのマ代ちゃんはそのなんかこのおじさんすっげえ最悪だなっていう風にめちゃくちゃにがめつ金にがめついしもうあの嘘ばっか言うやつだなっていう風に思うわけなんですけどけどめちゃくちゃ賢いんですよ。というのもそもそもその警察がその,あの真代さんとその。 おじさんの実家に突入してきたのをあのおじさんがどうやって把握したのかっていうとお父さんがあのあのまゆさんのお父さんが亡くなったのをどうやって把握したのかっていうとそのおじさんの部屋に絵画があるんですけどその絵画の目のとこに監視カメラがあってであのおじさんが住んでいるというか経営しているバーのところに常にそのなんか映像が届くようにそのドライブレコーダーみたいな感じですね。そのドライブレコーダーダも なんか僕の車につけたやつとかも衝撃があったらその前後5秒間ぐらいを撮影してくれるみたいなドライブレコーダーあるんですけどそんな感じで人の出入りがあったりとかセンサーに反応したらそのあの時間帯をあの撮影してくれるカメラをおじさんは自分の実家のおじさんの部屋の中に収納しててでなんか鑑識というか捜査員の人たちが自分の部屋に入って,きてに帰ってきてるのを見てこれは自分の実家に何かあったなっていうことでおじさんは帰ってきたらしいんですよねで、マヨさんと おじさんはその警察の目を欺くというか協力する体制を表面上では取りながら警察から巧みに情報を引き出したりとかそしてまあ葬式をやるということでそのお父さんはの担当していた担任だったマヤさんのクラスメートの人たちもたくさん呼ぶわけなんですよね葬式になぜならみんな容疑者だからでその容疑者の人たちがなんか結構キャラが濃くてそれこそ,そのまあなんかドラえもんで言ったらその のび太くんみたいな広がりメガネの、そのクラス、その学生時代の頃はすごい目立たなかった少年が、そのなんか、元能ラビリンスって、まあ、ものすごい売れっ子の漫画を書いて、めっちゃ、あの、有名になった、一番地元で成り上がった、あの、少年だったりとか、そして、まあ、あの、幼少期から、あの、結構ガキ大将な気質で、あの、地元の、その自分の親の建設会社を継いだ、ジャイアンっぽい感じの男の子だったりとか、 出来継ぎくんみたいにスポーツも勉強もできて、で、あの、都会に IT 企業の社長をやっている若い成功者だったりとか、まあ、性格の悪い静香ちゃんみたいなクラス中ではそんなマドンナ的存在だったけど、まあ、クラスのその女子のボス的な存在だった女の子が広告代理店に勤めていて、自分の出世のために、そのなんだろう、まあ、売れっ子の漫画家ののび太くんが、その学生の頃見向きもしなかったし、話しかけもしなかったのに、すごいすり寄ってきたりとか、 他にもコロナ禍で打撃を受けて細々とあの酒屋を経営している実家の後継ぎをしているあの子だったりとか地元に残って銀行員をしているメガネの子だったりとかそしてさらにキーパーソンが中学生時代の頃にもう亡くなってしまったんですけどその漫画家として成功した男の子の大親友だった人望が厚くて運動も勉強もできて周りから好かれていた男の子がいたわけなんですよね でその男の子は、その、あの、のびたくんの、のび太くんっていう風に言われるような男の子とすごい仲良かったんですよね。ただその男の子は、めちゃくちゃ健康だったけど、中学校に入ってからな、あの、なんか白血病かなんかにかかって、中学2年生が終わる頃に亡くなってしまったんですよね。で、その今回、そのマヨさんがそもそも同窓会に呼ばれたっていうのは、その亡くなってしまったドラえもんくんの追悼式も兼ねて、みんなで集まらないかっていう風になってたわけなんですよね。 でそんなさまざまな登場人物が出る中そのおじさんはそのみんな疑ってるわけなんですよねで葬式の中にも遺影の,の目の部分にカメラを仕込んでいたりとか受付のところにもカメラを仕込んでいたりとかつぶさんにその来賓のの方々の反応を伺ってるわけなんですよね例えばその本当におあの先生というかお父さんを殺した人だったら自分,のこ自分が殺してしまった人の遺影なんてまともに見れないじゃないですか目を背けるじゃないですかっていうのを、まあ、あの監視カメラをこっそりつけて確認したりとか。 葬式の時にみんなの,そのなんか近況を確認したりとかでその間にそのジャイアンだったお父さんの建設会社をあの継いでその地元でブイブイ言わしている男の子なんですけどその,あの企業も含めてそのび太くんが漫画でめっちゃ売れた「芸能ラビリンス」っていう、ま、漫画を町おこしで利用したいっていうふうに考えててその地,その地元の公園とかを芸能ラビリンス感というか。 僕の生まれ高知県なんですけど、そのアンパンマンの作者の柳瀬隆さんの柳瀬隆史館みたいなやつがあったと思うんですけど、そんな感じで、なんか、あの、まあ、地元で同期で同級生ですごい出世合社がいるんだから、そいつのツテをつた使って地元を盛り上げたいなっていうふうに思ってたけど、まあ、コロナ禍によって、あの、なんか計画が頓挫して、すごいみんな、ま、町中が損害を被ったみたいな事件があったみたいな話とかを聞いたりするわけなんですよね。で、そういうふうに情報を集めていく中で、人間関係模様とか、 誰がどういういい時に嘘ついてるかとかをあをおじさんが次々と明らかにしていくわけなんですよね。でマヨ、ま、さんのお父さんが亡くなる前は地元から出てそのマヨ、ま、さんのいる近くの首都圏の,とのホテルで誰かと会っているらしいっていうことが分かるわけなんですよね。で誰か女と会っているそのお母さんはすでに他界されててその相引きじゃないけど新しい恋人ができたのかっていうふうになるわけなんですけどそ,れもその線もあのなくなって結局誰と会っていたかというと。 マヨさんの同級生の友達の女の子にも、もも子ちゃんっていたんですけど、そのもも子ちゃんは、あの、旦那さんとあの結婚して子供もいるんですけど、その関係がうまくいってなくて、そのコロナ禍でリモートワークが増えて、旦那さんが家に、家で仕事することが多かったわけなんですよね。で、あの、赤ちゃんの夜泣きというか、その赤ちゃんが会議中とかでもギャンギャン泣くから、その、旦那さんがすごいストレス溜まってたわけなんですよね。そして、あの、リゾート関係の、リゾート開発とかの仕事を旦那さんしてたんですけど、 まあコロナ禍で仕事がうまくいかなくなって出世コースから外れそうっていうストレスとかでもう日々喧嘩が絶えなかったわけなんですよねでしまいにはその桃子ちゃんがそのなんか暴力を振るわれだしたっていうところがあってもこちゃんはその旦那さんを置いて夜逃げ同然で地元に帰ってきたわけなんですよねでその旦那さんはその真世ちゃんのお父さんの元教え子でま世ちゃんの同級生ではなくてまよちゃんの5つぐらい年上の同級生だったんですよねでその旦那さんは その幼少期に両親亡くして孤児でそのなんか育ってきたという環境もあって人の愛に飢えてたとかそのやっぱコミュニケーションがうまくいかなかったところとかもあってとか責任感とか完璧主義なところがあってそれがそのなんかあのコロナ禍によってちょっと良くない方向に進んでしまったっていうところがあってマヨさんのお友達のももこさんはそのまあ元担任だったマヨちゃんのお父さんに対してその。 あなたの元教え子であるなおかつ私の旦那である〇〇さんと今ちょっとこういうことで揉めてってちょっと相談したいなっていうふうに思ってっていうことをあのお父さんに言うわけなんですよねでお父さんは「なるほど分かった」と「じゃあ俺が〇くんと話をしてくるから」っていうふうに言って東京に話に行ってたみたいなんですよねっていうのがそのお父さんが殺される前日ぐらいのお話だったんですよけどその旦那さんは別にお父さん殺してるわけじゃないですよねお父さんは地元に帰ってきてからす,すぐ殺されてるので。 じゃあ誰なんだっていうところで、その、おじさんは、マヨちゃんたち結局同窓会開いたんですけど、その同窓会の二次会場で、懐かしの中学校に行ってみましょうみたいなツアーがあって、夜遅くにみんな懐かしのその教室に入るわけなんですよね。そこで、おじさんがその自分のお兄ちゃんの殺された先生のあの、モノマネをしながら教室に入ってきて、マジシャンだからなのか、その、なんか観察能力が高けているからなのか、お兄ちゃんの再現がめちゃくちゃうまいんですよね。で、教団に立って、 その怪しい容疑者ま悠ちゃんの同級生の人たちに対して1人ずつ質問してていいいいくくとうか追詰めわけなんですよね例えばそのジャイアンの少年とスネ夫の,の地方に銀行員として残っているあの広がりの青年に対してその地元を盛り上げるために元能ラビリンス店の資金をその出資するためについ最近そのコロナで亡くなってしまった人の。 あの口,座を口座の貯金を全部盗んだ,盗んだというか全部使ったねっていう風なことだったりとかお父さんの殺人事件とは関係ないんですけどそういうなんか別の汚職というか,なんか後ろめたい事件についても明らかにするわけなんですよね。ととかその出来ぎ君と静香ちゃん その都会の方で企業起業家として一旗上げてる出来杉君と広告代理店で働いていてブイブイ言わせているそのしずかちゃんが不倫関係にある出来杉君は家庭持ってるけどそのなんか不倫関係にあるだったりとかでのび太君はしずかちゃんに脳札というか溺愛しているというかいいダクダクに従っているしその心底惚れているけどそういう風にうまいように扱われているって話だったりとか。 その物語の序盤からずっと引っかかっていたそれぞれのなんか人生の過去というか後ろめたい後ろめたいこととかをどんどんそのおじさんが明らかにしていくわけなんですよねで結局そのまあおじさんのお兄ちゃんマ世さんのお父さんまあ,あの中学校の担任の先生を殺したのは一体誰かというふうになるとそれは実はその売れっ子漫画家ののび太くんだったんですよね というのも、のび太くんは学生の頃から絵めっちゃ上手かったんですけど、別に運動が得意でも、その表金なわけでも、勉強が得意だったわけでもないですよね。ただ、いじめられそうになった時とかは、その、中学3年生になる前に亡くなってしまったドラえもんくんが、いつも助けてくれたわけなんですよ。で、ドラえもんくんは、小学校6年生ぐらいの時に、たまたまその、のび太くんと、カバンを取り違えて、お互い家に帰ったっていうのがあって、でその時、その、ドラえもんくんは、のび太くんの、 バッグ持って帰ったわけなんですけどその中に入ってた漫画のアイディアノートというか漫画ノートを見てうわえめっちゃうまいやんっていう風になるわけなんですよねでお前すごいなっていう風になっってて俺すすごいお前のこと尊敬するよっていう風になるわけなんですよねそれから2人は親友になるわけなんですけどっていうのものび太くんもそのドラえもんくんが「いやこいつすげえ」ってっていう風に親友として扱ってくれるから「じゃあこいつもすごいのか」っていう風に周りの人たちからいじめられたりとかからかわれなくなったりとかするわけなんですよね。 でドラえもんくんは運動ができるし、人望も厚いし、さらに文章力とかも多彩だったんですよね。その作文とか、すごい、なんか、あの、卒業文集とかあるじゃないですか。あの辺とかも、とりあえず原稿用紙を埋めるみたいなのじゃなくて、ちゃんとメッセージを込めて書くのが上手くて、文章も理論整然としていて、でなんかつその文章の作文、今まで書いた文集のタイトルとかにも、最高の友達みたいなタイトルで、その伸びたくんのこととか褒めてたりするわけなんですよね。で、ドラえもんくんは、その、まあ、中学生の時に、 その病気になってどんどん衰弱していって結局その見た目が半分ぐらいの細さになってしまうぐらいあの痩せを剃って死んでしまったわけなんですけど遺品としてそののび太くんにその自分が今までその考えてきたその絵は下手くそだったんですけど文才とか話を考える才能とかアイデアについてはものすごい才能があったわけなんですよねドラえもんくんにはでそのノートをそののび太くんに託すわけなんですよそしてまあ作文というかメッセージの中手紙とかの中でもあのドラえもんの僕も 本当は漫画家になりたたかったとだからあの,のび太お前の絵を見て漫画を見て心底羨ましいと思った嫉妬した天才って本当にいるんだなっていう風に思ったとその俺は正直自分で言うのもなんだけど友達も多いしあの結構自分で思ったことは運動もその勉強も何でもできたけどそして周りの友達に対しても,もうみんなそれぞれ個性があっていいじゃないかっていう風に思ってたけど。 正直、そのなんか、あの、ここまで、その他人に嫉妬したことはなかったっていうふうに、そのドラえもんくんは、のび太くんに言って、そのなんか、頑張れよっていうような言葉を残して、この世を去るわけなんですよね。で、のび太くんものび太くんで、その漫画の才能は少しずつ頭角を表さないわけなんですけど、ただ、最終選考止まりだったりとか、あの、あとちょっとで、そのなんか、うまくいかないんですよね。というのも、絵を描くのは、のび太くんめっちゃうまいけど、その話を描く才能があんまりなかったみたいで、それは凡人だったみたいで、 行き詰まった時にそのドラえもんくんがその死ぬ前に残したアイディアノートのそのをもとに構想を練り上げて漫画を描いたわけなんですよねだったらその漫画が大当たりして「幻のゲンノーラビリンス」という漫画として35巻も売れるアニメ化もした超ヒット作品ができたわけなんですよねで真優、ま、ちゃんのお父さん殺された先生なんですけど のび太くんが社会人として漫画家としてすごいデビューしているっていう話を聞いてそしてその漫画も読んで親というふうに思ったわけなんですよね。というのもそのま,ゆまゆちゃんのお父さん先生からしたらこのお話の構成ってなんか見たことあるなっていうふうに思って昔の卒業文集とかあの昔の,あの生徒たちの作文とか引っ張り出してたらその今亡くなったドラえもんくんが昔考えていた小説の構想と一緒じゃないかっていうふうになってのび太くんにお話しするわけなんですよね。 素晴らしいとその今は亡きそれ君とドラえもんくんはのび太くんとドラえもんくん親友だったよねとでそのドラえもんくんの意思を継いで彼の作品をそののび太くんがその絵で命を吹き込んでその親友の夢を叶えたというわけが素晴らしい感動できる話だっていう風になるわけなんですよねでこれよかったらその同窓会の時とかに、ね、話していいかなみたいな風になるわけなんですよねただドラえもん,くんあのび太くんからしたらすごい嫌なわけなんですよというのもまあ あのさ盗,作盗作疑惑っていうふうに周りに言われるだろうし実際そののび太くんはそんな美談ではなくてそのドラもうアイデアに行き詰まった結果その今亡き親友のドラえもんくんのネタを勝手にパクったわけなんですよねでそのアニメ化もして漫画が35巻も売れているこんな状況で盗作騒ぎだっていうふうになって今まで積み上げてきたものを失うのがめちゃくちゃ怖かったわけなんですよねだからこんな話をしないでくれっていうふうに言ったわけなんですけどまゆちゃんのお父さん先生はいやいやけ謙遜しなくていいよっていうふうになるわけなんですよね のび太くんからしたら先生のことも大好きだし別に殺したいというふうに思ってたわけじゃないですよねだから先生がいないうちに家に侵入してそのファイルだけ燃やそうとかそのファイル卒業文集とかがある部屋だけ燃やそうというふうに思ってたわけなんですよねでなんか同窓会の打ち合わせみたいなんでリモート会議で先生含めその収容人物たち67人ぐらいでなんかリモート会議とかしたわけなんですけどっていうふうになったらそのあの真夢、ま、ちゃんのお父さん先生はそのなんか えちゃんの同級生モー子ちゃんの旦那さんと東京に一日話しに行く日があるということを把握するわけなんですよその日は、まあ、奥さんも特に他界してるしあの、まあ、先生はあの家にいないとだから家には誰もいないとだから今なら侵入できるっていうふうに思って家に侵入してそのなんかオイルを染み込みませたタオルとライターを用意してたわけなんですけどあの先生がたまたま帰ってきちゃってそこにいるのは誰だっていう風になるわけなんですよね。だからちょっっととっさに その,のび太くんはあの先生を殺しちゃったそのままタオルで絞め殺しちゃったっていうことが事件の真相だったわけなんですよねただ正直そのお父さんの性格からして先生の性格からしてその,なんかのび太くんがあのそんな美談ではなくてその実は盗作したんですだからそして周りにも「盗作した」っていうふうになったら今まで積み上げてきたものが壊れてしまうかもしれないからどうか言わないでもらえますかっていうふうに言ったら。 多分、その先生は言わなかったんじゃないのかなっていうふうに、その、まよちゃん自身は思ったわけなんですけど、もう時すでに遅してそういう事件が起こってしまったっていうのが、事件の全容だったわけなんですよね。で、事件が明るみになって、警察も、そのなんか、のび太くんを捕まえたわけなんですけど、警察からしても、そのなんか、一般人に、その、しかも、なんかめちゃくちゃ態度の悪かった、あの、自称元マジシャンの、おじさんに出し抜かれたっていうのがすごい腹立ってたわけなんですけど、で、そのから、その後、エピローグになって、ま、まよちゃんは、 奈世さんはそもそもその婚約しててその結婚式どうするみたいな話をしてたわけなんですけどまあお父さんが亡くなってしまったとっいうこともあってとりあえず結婚式とか披露宴とかはあのしばらく延期にしておこうとすっきり事件が解決するまですっきりしておこうというふうになってたわけなんですけどおじさんが奈世ちゃんに対してあの結婚するかどうかあの悩んでいるような相手だったら別に結婚しなくていいんじゃないかっていうふうに言ってくるわけなんですよね。 まあそのろくでもない男だったら別に結婚で、そのまゆ,まゆさんはそのなんか今までそのなんだろうあの物語の序盤からあんまりその描写がなかったというかひた隠しにしてたんですけどまゆさんも婚約者の,あの男性とすごいあの最近ちょっと折り合いが悪いというかあの不安に思ってることがあってというのもその今の婚約者の元カノから自分に対してメールが来ててそのなんか。 彼と付き合っていた時に妊娠したけどなんか降ろされたっていうことがあったみたいな「本当にそんな人とあなたは結婚していいの?」みたいなメールが来ててこの、まあ、旦那さんの健太さんはあの信頼でできる人間なななのかなっってていう,ふうに思ってたわけなんですよねこういう悩みを持った状態で結婚していいのかなってあの一末でも不安がある状態で結婚していいのかなっていうふうに思ったまま今回の殺人事件に巻き込まれていたわけなんですよねでおじさんは鋭い観察眼でその悩みについてズバリと当てたわけなんですけど。 まあ、あの言いたいことがあるなら直接言えばいいっていうふうに言ってそのおじさんはマ悠、まあ、さんと二人で話していたそのテーブルをテーブルクロス引きでさっていうふうに引っ張ったらそのテーブルの下から婚約者が出てきて「マ、ま、悠や」みたいな感じになって「さあこっから先はお前ら二人で好きに話せ」っていうふうに言っておじさんはその場を去ってって話が終わりっていうふうになったわけなんですよねでまあなんか綺麗に伏線とかも回収されつつあるしなんかあこの人が犯人だったんだみたいな こととかもねあって結構面白かったんですけど、一個引っかかるところが、そのおじさんがマジシャン,マジシャンとして大成した過去があるわけなんですけど、なぜ日本に戻ってきたのかとか、そのマジシャン時代のあだ名というか二つ名が侍だったわけなんですよね。で、まよちゃんがさすが侍みたいな風に言ったら、その名前を呼ぶなっていう風に激光する場面が序盤であるんですよね。で、なんでその昔の過去のマジシャンの記憶を捨てたがってるのかっていうこと,ことが、 あの書かれてないんですよね説明されてないんですよねおじさんに何があったのかっていうのがね一切言われてなくてでそこがちょっと気になるんですよねちょっとネットで調べてもなんかまだ答えが僕見つけられてなくてもうすでに読んだことがある方々は答え知ってるかもしれないんですけど答え知ってたら是非コメント欄で教えていただきたいんですけどというのもこの、まあ「ブラック・ショーマンと生なき町の殺人」の続編を書いてるのかなって今執筆してる途中なのかなとそのなんかあの 帯というか本のキャッチコピーというかのところにもあの新時代の <laughs> なんか主人公爆誕みたいな,なんかタイトルだったんで多分このままシリーズ化していくのかなーっていう風に思っ,て思ったりとかもするんですけど、まあ、続編があったらまた見たいですねっていう感じでやっぱさすが東野慶吾さんって感じであのなんかあのいろんなところに伏線を張り巡らしていたりとか人間関係模様だったりとか物語が進むにつれてなんか僕たちの頭の中でモヤモヤとしていた部分が点と点が急に繋がるところとかがあったりして。 あやっぱ作品を作る人たち小説を書く人ってすごいなーっていう風に改めて読んでて思いました。ということで今回は僕が最近読んだすごい面白かった小説ブラックショーマンと名もなき街の殺人について好きなところ紹介させてもらいました。ということで今回は以上最後まで聞いていただきありがとうございました。バイバイ。